え言わない。はい。で、はい、まあ優勝を経て、はい、まあ優勝の時に、まあまあ優勝行く前に古田がいたじゃない。やっぱ相当意識した。でもやっぱり古田は衝撃だったでしょ。そうでもない。いや負けたくないなと思いましたね、うん、正直。だからヤクルト戦は勝ちたいなと思ってました。キャッチャーとして、はい、キャッチャーとして。なんとか勝ちたいな。あのさ、勝負の中でさ、まあピッチャーが7、8割握ってるって言うじゃない。野球の勝敗は、はい、その中の何パーセント握ってると思う、キャッチャーって。それ考えたことある？うん、でもやっぱキャッチャー同士で勝ちたいとか思うわけでしょ、はいはい、俺は常に勝ちたいと思ってたけど、はい、でもその対象が古田だったわけじゃない。あ、俺はチームじゃない、やっぱ野手って考えるのが、はい、それが試合が始まると、その別に古田さんをもうだけに意識してたわけじゃなくて、うん、まあ、キャッチャーとして相手に意識させたいなっていうふうに思った。でもライバル視はしてた。あ、もちろんです。やっぱ負けたくなかった。それは負けたくなかったです。どういうところで勝ってた。いや、でもね、最終的には、うん、ほぼ勝ってないじゃないですか。やっぱそれだけやっぱ古田ってすごいです。やっぱすごい。すごいです。うん、やっぱり何がすごい。やっぱ打てるっていうことですよ。まず。なるほど。まず。うん、その、フルで出て、うん、で、もう、もけに4番とか5番打ってたでしょ、古田さんって。その中で結果を残して、3割ぐらい常に打ってるっていう。うん、もうあれがすごいなと思ったんですよ。うん、まあ、きつさも分かるから、キャッチャーをやってての、うん、きつさっていうのも分かるし、うん、まあ、そういうところを考えるとやっぱすごいなっていう、今でも思ってます。あ、そうか、認め、いや、すごい、スーパーマンです。だから、シゲが認めるやっぱプロ野球選手としての一人というか、はい、そうですね。でも、勝負強さはお前の方が上だったかもわかんない。だから、打率とかは低くても、はい、勝負どころでのお前のヒットっていうのはよく覚えてる、はい、だから、まあ、僕はそれはすごく意識してたんですよ、うん、だから4打席、まあ、あるとするじゃないですか、うん、まず4打席集中してなかなか打てなかったんですね、僕タイプ的に自分で思うんですよ。もういい加減の時はもうあるんですよ。で、どこでその自分をその表現していくかっていうことで、周りの人に認めさすかっていうことを考えた時に、うん、もうチャンスで打つしかない。そうだね、はい、で、キャッチャーとして必要なのはやっぱり1点でも多くあった方が、うん、それは楽なんですよ。まあ、そうそうだね、はい、だからさ、俺が忘れもしないのはさ、草薙球場で同点で8回だったんだよ、うん、延長になったら帰れないんだよ。新幹線のもう最終の時間が間に合わないで、次の朝起きてまた移動ゲームになるわけよ。だから今晩中に帰りたいって思ってたわけ。しげ、もう決めてこいとか言ってたら、わかりましたとか言ってセンターバックスクリーンに入れて帰ってきた。あれは忘れもしない。お前覚えてるでしょ。なんか覚えてるでしょ。しげ入れてこいって言ってたら、ほんまに入れてきた。いや、まあ、そういう勝負強さはあったんだよね、すごく。だから率は低くても印象に残るというか、バッティングはね。あと取ってからの速さがすごかったな。あれはやっぱり訓練自分でしましたね。例えばどういう訓練。まず下半身、ちょっと待って、1年目とかそういう意識あんまなかったでしょ。なんか肩の強さだけだったよね。強い球を投げて、うん、自分のその球の強さだけを見てる、そんな感じでした。で、どういうふうな、そうですかね、まあそれはね、年ごとにまず1年目の、まあ、バッテリーコーチっていうのは、うん、福島さんっていう方がやってて、まあ、これはもう子供扱いですよ、うん、まあ、そうですね、18歳ですからね、まあ、1年で終わって、で、監督が須藤さんになって、で、そこで、まあ、高浦さんがですね、うん、最初バッテリーコーチだったんですけど、殴られてましたね、まあまあ名前が出ちゃった。で、その後で佐野元さんが、ね、あの頃からですね、下半身の使い方っていうのをすごく教わったんだ、はい、あそこからですね、積み重ねてきたので、大家さんになって、まあ、ハンドリングであったり、まあ、ある程度のことを教わって、そこで自分でアレンジをしながら、どうやったら、早くその右手に持ち替えて投げることができるか、で、足の使い方はどうやったら一番コンパクトに早く使えるかっていうのを自分で考えながらやってたら出来上がりました。で、その道中にやっぱりミットの作りっていうものも、どうやったらミットの中でボールが遊ばないようになるかっていうものを考えて少しずつミットの形を変えていって、出来上がった時にはもう完成しました。でもね、谷繁のグラブがあるでしょ、しげちゃんのグラブは他人が使えない、難しいっつってたよ、みんな。ちょっと小さめで浅いんだよ。いや、深いんだっけ、これ使えない。いや、そのぐらいやっぱこう自分に合ったものを、ね、調整して作り出してるんだ。考えてんだよね。考えてなさそうだよね。